またこちらにお願いします。村上さん。唯一残った原爆の残り火。教皇フランシスコは核や武器廃絶の象徴としてこの原爆の残り火を吹き消されました。そして核の苦しみの象徴である原爆の残り火に代わって希望の火が生まれました。後ろばっかり撮ってそうでしょ。今大音大のランタンの中で燃えているのがその希望の火です。うちのですね、事務員さんですらね、僕が一人残っとったらね、武田先生が残ってましたんで、武田君がどうして出かれて、平和という人類共通の祈りをみんなで込めて作る火です。多分あの武田君の票の半分は僕でしょうか。心境ですか。なんと、まあ雨が降らんのを願ってます。なんか前回はほらお父様が、うん、38年前パウロ2世に賠償として果たされなかったじゃないですか。なんかそんな思いはありますか。今回はもぜひ私がその役目を果たしたいと思う。教皇様が来るために人が集まるんだなって、もう素晴らしいなって。まずはそれにびっくりします。なんの話を聞いてください。私たち大衆憎しみには愛、もしかしたら不正には対象無償性流あった不健貧困には自分の若い愛聞いてください。こんにちは。今日晴れの晴れの舞台、祈り聞きました。命あるすべてのものを愛し、キリストが共にいてくださり、聖霊がその歩みを照らしてくださると考えています。そしてイエス・キリストを信じる人々の共同体が教会です。カトリック教会はキリストの弟子のリーダーであった聖ペトロの後継者教皇を頂点とし、およそ13億人の信者を擁しています。そ
その中心はバチカン。15世紀以降ローマ教皇が居住しています。教皇はコンクラーベと呼ばれる選挙で枢機卿によって選出。第266代教皇フランシスコはイエズス会員として、またラテンアメリカ出身者として初めての教皇です。ローマ教皇様とはもうお会いされたんですか。会われたんですか。夜が終わりました。3回あの来た時と、それからあの出る時と、それから児童さんもちょうど乗った時にも会いました。うん、梅ちゃんがいるよ。びっくりしました。昔はさ、お元気で、頑張って。もうそうですね。32年でしょ。知り合いの手紙もいろいろ同じこと。それから私も住めました、日本で。時間かかったんだけども、いろいろのこの方、どこでいるでしょ。台湾だ行ったでしょ。帰るときに。昨日タイ、昨日ですね。そうです。それがまた今朝早くどこだからね。あのタイには なんでどういう目的で行かれたんですか。あのいつものこれ、平和と問題と政府の問題と貧しさの人の捨ててもいけない、助けなければならない、みんな人間を友達と友達生きる喜ぶ世界の歴史を生きながらみんな喜びましょう、そのような平和で思ったわけじゃない。それからあと原爆まだかかっている、広島と長崎あれもよく心の中で頑張っている。あの子供も絵を私送ってみたい。あれ見たらね、フランシスコが見たら、その子供の中にものすごいピッチャーはもう何時間も話すことができる。あの子は見たら、あの力の強く苦しみ、子供も貧しいさ、場所を用意、それを教えることができる。だから夢になったんで、ね、あと声とお祈りしたでしょ。あれ送ってきた。先ほど あのメッセージを聞かれてどう思われました。あ、疲れて。さっき爆心地公園で、はい、あのマジかメッセージを出されましたよね。はい、あ、聞いてらっしゃらなかったですか。あ、しし。メッセージ。メッセージ。メッセージ。あ、西坂で。いや、さっき。あ、さっき。さっきで。うん。さっきで。さっきのまだ聞かれてないです。ない。ああ、向こうも変ば今行かなかったの。あ、そうですか。行けなかった。私西坂だけ。あ、そうか。西坂で、いい職の会やってる。しゃれだね。カイさん、今日のご心境一言。なんとも言えんですね。今日の心境、天気が物語ってまいりました。もうあれからいい天気に恵まれて。本日はホープインジャパン2019にご来場いただき、誠にありがとうございます。あらかじめご確認ください。オフィシャルグッズの販売は、スタンド席の方は7番ゲート、フィールド席の方は入場口の正面にございます。どこの方？そのことはね、どこの方？南スダンバラ。あの、あっちに行ったんですね。あ、少年施設みたいにしていたんですね。行った4人なの？その4人？あ、でもいや、去年行った8人と今年行った4人が今日来てる。4人と、あと今
年の夏休みに事前に行った2人で14人この後の人生はどうなるかな。令和健王少年施設。Thank you.
皆様、お手元の式次第をご覧ください。私たちの地球のための祈り、被造物と共に捧げるキリスト者の祈りをご一緒にお捧げいたしましょう。Grazie a tutti.
Exactissimus, a sacro mysterio celebram. Se no, no, chiamito. そう、だから、まさか来るとは思わんやったし、私も全然もう、教皇様が日本に来るとも思いません、まあ、びっくりしてましたけど、昨日から、いや、今朝からの天気にもまずはびっくりしておりまして、そう、もう終わりは晴天になると、神やりがなって、大荒れな天気がこういう天気になると、まさに、あれ、天気がこの日を指しとるようなものです。終わりよければ全てよし。なんかお父様の思いは遂げられたましたか。まあ父がね、まあ、私はほら今回最後までいた、父は前回途中から抜けましたけども、今回最後までおろうということで決めてました。まあ非常に良かったと思います。満足して帰ります。いかがでした。最後の良かったね。良かった。お天気も祈ったんだよ私。だから怖くない。何かお天気になります。あれを見たら今日びっくりするためにみんなあの西やがでもあと いいお天気。しかし良かった。綺麗ね。素晴らしかった。素晴らしい。見たあのほらあのはい、私も前にね、188の福さんのなった時に、はい、の何年前から何年あったでしょ。あれも雨だったでしょ。そうで、あれも明けも今日ももっとはい、もっともいなもういっぱいもうでこれもだからあなたたちもお恵みをもらったでしょ。神様あとお話もこの種類でどう。はい、ありがとうございます。正解で、おめでとうございます。ありがとうございます。皆さんいかがでしたか。ゆっくりゆっくり、はい、じゃあ失礼します。いかがですか。はい、おかげさまでいいご縁をいただきました。朝から大雨で雷の中に、午後からはいいお天気でね、奇跡か奇跡か分かりませんけども、いいご縁をいただいて嬉しく思います。無事にね、バス館に帰っていただきたいと思います。本日はご苦労様でございました。いかがでしょうか。 OK です。どうもどうも、はい。